こんにちは、早川洋平です。石平、恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第97回です。イラさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、6月に入りましたが、イラさん、6月といえば何でしょう？6月ですか。まあ、梅雨ですけど、はい、あんまり関係ないかな。毎日外に出ないので、そうか。梅雨ってイラさん好きですか？いや、そんな嫌いじゃないですよ。ただ逆に梅雨に入る前1週間ぐらい、はい、真夏みたいな温度になるじゃないですか。30度ぐらいになって、はい、でしかもその梅雨入り前なんで湿り気が全くないカラッとした夏になるんですよね、一瞬の。確かに、あれが好きですね。いいですね。ほんのね、うん、一瞬ですけど、ほんの一瞬、うん、そんな時期はもう過ぎたんでしょうか。今日は、ね、はい、こんな質問いただいています。53歳女性からです。先日11年付き合った彼氏に捨てられました。半同棲をしていた彼が浮気をしていたのです。私と浮気相手どちらと別れると聞いたら、荷物をまとめて黙って私の家から出て行きました。年が私より一回り下だから捨てられてもしょうがないと人は思うかもしれないけれど、彼と知り合った当時、私は結婚していて子供が2人いて結婚生活も20年近かったのです。それが彼と知り合って一緒になりたくて離婚して、夢中で子供を育てながら彼との関係を続けてきました。やっと子供たちも社会人や大学に通うようになり、私の元から巣立ち彼と暮らせるようになって3年目。年下だけど苦労してきた彼はとてもしっかりした人で、包容力もあり頼りになる存在でした。過去に何度か浮気され、その度に彼から謝ってきて、関係が修復されていました。今回また私のところに戻ってくるだろうと思っていましたが、別れの言葉も言い訳も何も言わず黙って出て行ってしまいました。お互いの最後を見取ろうと約束していたのに…てんてんてん。なるほどね。頭がぼーっとして何が起こったかよく分かりません。あっという間の11年間で、催眠術にでもかけられていたような感じです。50過ぎた大人がバカみたいです。早く普通の生活に戻りたいです。少年の映画見ました。少年の本も読みました。今の私にはとても深く心に刺さる作品です。男性とのお付き合いには夫と彼の2人しか知りません。なるほど。セックスの喜びを教えてくれたのは彼でした、うん、私はもうそんな相手には出会えないと思っています、ということです。なるほど。もうこれだけでも短編小説ですよね。そうですね。僕最近映画見たんですよ、はい。ポール・バーホーベンっていう割とアクションものを撮ってる監督なんですけど、はい、この人がもう70近いのかな、はい、撮った映画、フランス映画の名作で L っていうやつなんですけど、はい、イザベル・ユペールが、はい、50代のゲーム会社の女社長をやってるんですよね、はい、でこの50代の女性の演技が素晴らしいので、はい、この人はぜひなんかそれを見てもらいたいかな。最後のところで私はもうそんな相手には出会えないっていうふうに自分で言ってるんですけど、うん、いやー、イザベル・ユーペイを見習おう。まだまだいける。まだいけますか。うん、だってまだ2人でしょ。そうですね。それは確かにね、20年結婚していた旦那、11年一緒にいた、2番目の彼氏は、うん、重いかもしれないけど、はい、まだまだ人生これから20年、30年、40年余裕でありますからね。うん、今はもちろん、すごくショックだと思いますよ。その彼のために離婚もしているんだし、そうですね、突然出て行かれたわけですから。でも新しい出会いは探していれば必ずありますよ、うん、で特にこの人の場合はずっと独身で男性経験もなく、そのまま中高年処女になってしまったっていう人とは違うじゃないですか、はい。なので、自分の魅力をちょっと信じてこれから頑張ってみませんか、うん、53だったらまだまだいけるよね。そうですね、うん、それに初めてそのセックスの良さを知ったっていうけれど、全然さらに 上がありますから世の中、うん、彼よりもいい人が現れる可能性は断然あるので、うんうん、もうこんなに諦めなくてもいいんじゃないかな。そうですね、しかも、ここに書いてありますよね、はい、子供たちは社会人になる、大学生になった、これからその一人の時間とかどんどん増えてきますから。でこの人多分自分で何か仕事してる感じですよね。そうですね、うん、ですからまだ定年まで時間もあるし、うん、今度は大人の恋愛を手離れした子供たちはほっておいて、うん、自分のこと、自分の幸せを追いかけてもいいんじゃないですかね。そうか。そういう意味ではなんか今こう、うん、自由がもうそこに開いてきてる感じはありますよね、うん、で年を取ったからもう魅力もなくなるみたいなことを考えるかもしれないけれど、うん、相手も同じように年を取ってるからそんなに問題ないと思いますよ。ああ、そうですね、うん、そうかも。まさにね、この少年の映画を見て少年の本もってありますけど、うんうん、
これからまだ楽しいことたくさんありそうですよね。っていうよりこの今までの経験を見ても、うん、かなり色っぽいし魅力的な人なんだろうなっていうのは文面だけでわかるじゃないですか。確かにこの文面がねもうそうですよね、はい、で今その40歳50歳で独身の男性とか山のようにいますから、うん、その中からちょっと良さげなやつを選んで付き合ってみましょう、うんうん、っていうことですね。イラさんの周りでもってちょっとプライベートですけど、はい、なんかこう、まあ、全く同じではないでしょうけど、うん、50代で魅力的な人で、うん、いわゆるこうもう全てを捨ててこの人とみたいな感じだけどそこで別れちゃってみたいな人ってやっぱりいるんですか。中学時代の同級生で旦那と別れて、はい、若い板前さんと結婚してお店をやってるっていう人はいますね。すごい。あ、じゃあ今も、うん、やっぱでもその彼女はやっぱちょっと色っぽいし、うん、なんかバリバリね、激しいんじゃないかなっていう雰囲気はありますまあもちろんそうですね、ちょっと 色っぽいですねこの文章もね、うん、だからね、ぜひ頑張ってみましょう、はい、もったいないですよ。さあ、この番組では皆様からの質問を募集しています。また石平と双方向でつながれるオンラインサロンの会員も、募集しています。詳細は公式ホームページをご覧ください。今日は第97回をお届けしました。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。